さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年5月2日夜の23時1分、まあちょっと小声で言いますけど、先ほど報道ステーションを見ていた時にメッツの、今永投手はいいピッチングしましたんだけど、 1-0 の最終回ランナー3塁で相手選手が外野フライを打った時に、大谷翔平なら彼ならノーバウンドで送球性バウンドになってたかもしれない。だけどあの気持ち受けない最後絶対せえ強引に失敗かなカオキにメッツっていう昔の CM 知ってますわからない、もう絶対笑わすのにまあ、あの件にはもうちょっと叩いて言わせてもらう山川選手だった、今ソフトバンク、いや絶対やまあいや絶対と絶対かどうか分かんないですが、あの距離ですから、まあ普通に足ある程度速い選手だった、絶対あの距離セーフですか、あんなところまで外野フライ中堅プレー入って確かもうこれ言っていいって本人も言ってたんで、インタビューアナウンス聞きに行ってもらっておかわりくんと呼ばれて、中村選手、中村選手もあのタイミング絶対アウトアウトがおかわりされる、もう今日休みの日だから、もう今日もね、あの休みと言いながらね、もう神戸市内のあの高い高いビル、まだ建設してるクレーンいっぱい動いていて、それ撮影してきて、もう代表取締役の名前全員押さえてきてよ、ほんと。お金持ったら本当に裁判したら。ほんと。もう現場でめちゃめちゃ腹立てましたから。エネルギーの残存量問題、あれだけ言っといたのに、もう大体どこでも令和2年工事開始か何か計画決めたの、もう今までの時間あるんだったら止めといたらいいやんって思うでしょ、今まで作ってたところのフロアまでもう現場でもうすぐストレスが抱えてきて帰ってきて、で今日もあの途中であの帰りの電車17時前に神戸電鉄で、まあ、岡場駅近くでプロ野球の日程を見たときに、ああ、今日休みやなって。もう今日ホームページに休みの日にしとこう。法律、ルール、法律。一月に4回休みないとあかん。めっちゃしんどい。休み、休みって言うの、休みの。事務所周りは一応ね、その動画、指のね、傷の入り方とか、まあ、農政委員会の人と話したり、今までのどんな経緯があったか、まあ、その人たちも僕のことだいぶご存知のようなんですけど、その前に労働基準局行って、ビルシステム24とバーキリスタイミングは、すいません、ちょっと1年くらい前に聞きに行ったわ。思い出して、まあ、契約 の、 あの不履行だから、あの民事訴訟っていうことで、あ、そう、前もそういう話聞きに行ったわって思って。で、メモしておいて、またもう抱えてる裁判をすぐに。どこまでせなあかん。まあね、その農政委員の人といろいろ話していて、やっぱり輸入してる小麦、ウクライナとかロシアとかオーストラリア、もう今日名刺いただきました、同じ話何回も聞いてしまいそうで、前電話で聞いたんですけど、それと秀和株式会社でしていた時の三木市のあのトマト農家の方で、まあ50メートルはさすがに長さないですけども、結構奥行きのある、長いビニールハウス4つに、冬場に灯油炊いてこれね、最高気温が神戸市で3度とか
それぐらいの気温がね、まあ、4日ぐらい続いたりとかした時の1週間のその4つのビニールハウスでの灯油の使用量1000リットル。なんでそう、すぐ僕の家の近くのタオジェ駅の次の駅の二郎でもいちごの農家さん灯油のタンクついてるし、三田市は三田市で上沢とかあの愛野の近くのところ、あの辺りの間ぐらいのところの農家さんのところ灯油のタンクついてるとこいっぱい見たから、もう作るところ変えた方がいいっていう話ね。本当にもう高知県とか鹿児島県の農政委員会の人たちとね、エネルギーの残存量問題とかも話していて、でまあ僕のね、考案してる河川水門回避式ダム発電とか、まあ、知ってる人たちで、まあ小泉進次郎、彼もまあ農業大臣してましたから、農林水産省大臣だから、まあこれね、結局設備投資したなんだの話があるのか、もう南の方で普通にビニールハウスで作っといたらいいじゃないですか、いちごぐらいとか。そんなね、これ一冬で多分、まあ、あのトマト農家さんで行くと、まあ大きなビニールハウス4つですけども、これ多分一冬で1万リットルは絶対灯油炊いてるな。この発想からしてどうかしてるでしょ、エネルギーの残存量大ってこれだけ言ってるのに。まあまあその辺のね話、まあいろいろお互いして、でまあ、神戸国際会館で、まあ、農業法人の方たちが、まあ、募集を、まあ、されるみたいなんですけども、5月のゴールデン明け、ゴールデンウィーク明けぐらいですね。で、まあそこにちょっと行って、いろいろ、まあ、聞いてみたり、質問したり、まあどうなってるのかっていうところを聞いたり、まあ一応僕の方のホームページから、まあ農林水産省の人たちへっていうことで、まあ大臣も含めてですけども、代替わりしますからね、総理とかも。はぁ、こんな簡単なこと、いや採算合うんですかね、1万リットルも冬投油しようし、早く価格転嫁しないと、あのね、あの電気代、4月1日かな、それぐらいの、NTT ドコモさんとの、通話料と、その電気代、電気代のそのセットの引き落としで、2万いくら引き落としで、で、4月の、まあ、30日ぐらい、ゴールデンウィーク前ですね、引き落としが2万5000超えていて、電気代はだいぶ前から補助金なくなっていて、ガソリンスタンド見たら値段変わってない。いや、ほんと。これ一体どうなってんのと。車乗り回してる人間は悪かったはずなんだから、それ、胃の一番に価格転換して、ガソリン代。4月1日で。まあもうレギュラーで、1リットル200円超えぐらい平気でしてもらわなあかんのに、選挙ちらついてるからかなんなのか。いやもう今日もビル撮影しながら、もうできるだけ怒らんようにしよう、できるだけ怒らんようにしようと思って、まあある程度の口調では言ってるんですけども、まあね、もう、それが原因かもわからないですけど、大リーグの方では乱闘事件。デッドボールで。僕と同じ気持ちになってしまったんでしょうね。わかんないですよ、時刻的に。まあね、ただ今日帰ってきて、今永投手の良いピッチングまでは分かったんですよ。肩い守備とかね、そこまで分かったんですけど、最後の最後、0対1で外野フライで、同点に、どう見てもセーフなのに審判が勢い、アウト。日本人に気遣いすぎるでしょ、気遣いすぎてるでしょ。
そこどうてんねん。こんな形で、3勝目を挙げたとか、何勝目を挙げたとか言われても、200勝投手の勝大体何やってんって話、絶対なるでしょ。もう家で爆笑。報道ステーションに向かってね、もういろいろ言ってたんですけども、まあその辺のところ、民法724の正当防衛、本当に。まあ総理とか認めてますから、テレビに向かってね、話していいっていうことで。ああ、石井和久さんも笑ってましたよ。いや、どう見てもせえ。小木さんが本気で分かってなかったって、今のセーフって。とぼけるんが上手くなったのか。元交通機動隊の警察。警察官がとぼけるん上手くなった。この世の中絶対滅びますよ。本当に、まず間違いなく。エネルギーの存在量ぐらい。世界中、頭悪いままごまかしたまま、逃げに逃げて、もうここまで世の中めちゃくちゃなってますから。久本の神戸市長の偽装。喜んで作るって書いて、偽装。途中で。神戸市中央区の大倉山図書館っていうところがあるんですけども、神戸市役所の近くに図書館って書かれてるわけのわかんない建物があって、やんちゃなバスケットボール、神戸市の中央区の大倉山体育館があるのに、新しく体育館を作り始めたバスケットボール関係の人間、今日そこ撮影して、警備員の人間が、こっから先は勝手に入ったらダメですよとか何か言い始めて、あ、違うよって、ルール法律で、そこのあの看板、あれみんなに公害するように出してるからって。ルールで法律でそうなってるからって。もう入っていいからって。もう撮影しながら、さすがにその人は映さないままで、ちょっとそこは頑張ってこらえって、本当は映したかったんですけども。でも誰が現場に回してんのってこの人って。ちゃんと仕事入る前に、ちゃんと教えといてよって言って。教えといてくださいよって。本当に。賄賂や、全員。捕まれ、本当にバスケットボールの人間、本当に、業界も含めて、三振と以内の請求で、僕と同じ期間、生活保護だった期間、同じ金額で生活で、本当に。本当に裁判所で最高裁でそれ通してみる、頑張って。僕の件がいろいろ片付いて、そこは冷静にね、河川水門開閉式ダム発電とかの特許とかいろいろ申請して、テレビ局を全部味方につけてから、海外と連携やか。総理もそういうわけわからんことして切り離していくしかないっていう状況を作ります。一応行政訴訟法でね、総理が裁判をね棄却できる法律があるんですよ。けどもっと前にね、国際司法裁判所の判例、多くの命が関わってる問題とか、そういったことにしっかりと取り込まなきゃならないですよって今までの判例、いろんな例があります。戦争の頃からエネルギーの残存量問題は将来の人たちの命も含めて50億人ほどの命がかかってます。総理が棄却できるかできないかで言うとできません。そのうち僕は字幕つけ始めて翻訳機能をつけてYouTube で先にやっときますか。まあ、岸田さんは岸田さんで、ね、なんとか逃げ道作っているんじゃないですか。外務大臣してましたけども。まあ、けど、宮沢喜一元総理と、まあ、総理関係の両方ともたどっていくと、両方ともの家系が親の家系をたどっていくと、両方とも総理っていう。まあ今日もね、そのさっきのあの報道ステーションね、あんまりちょっと、あんまりにもね、どう見てもせん、審判が勢いだけな。正直もう中継プレイ入った時点で、ああ、もうこれセーフになるなって、もう長年野球見てた人だったら大体わかるんですよ、ほんと。
ちゃんとね、中継プレイとか、うまいこと、最短距離で中継プレイ入って、送球も乱れてないんですよ。だけどもう、その距離は無理です、本当に。翔平なら時速160キロ超えの、ボールをコンスタントに平均投げる人間だから、彼が一回、日本ハム時代にも外野守ってたことが何回かあるんですよ。その時に、セカンドにいたランナーがサードに走った時に外野フライ。それものすごい返球。アウトにしてるんですよ。翔平ならあの距離、ノーバウンドで送球して多分アウトにできるっていう。もう普通の人はもう、もともとメジャーリーグでプレーしてる人みんなすごい人たちですけども、だけどもあの距離に外野フライ上がったらもう絶対無理ですよ。ただしなんだ山川選手とか、岡森君とか、その場合、岡森の、変わるっていう感じだったんじゃないですか。いや、だから、岡森、たくさん食べて。だんだんお腹が出てきて これも一つの少子化対策太ってる人と結婚したいと思わないから、まあこれぐらいのお腹の出方だったらまあちょっと運動したらすぐになんとかなるなっていうぐらいのまあみんな、まあ、結婚しようしてもいいなって思いますけど明らかにこれは見込みないなという状態の時、まあ、今年はねちゃんと新タイガースのノイジー選手去年と比べてだいぶお腹へこんでるでしょうだいぶ動き早くなったはずですから外野ぐらいの守備範囲、まあ、去年とはちょっと、一味違うと思いますよ。去年もちゃんと言っときましたから正直、森下選手とノイジー選手ね、今の打球、近本選手だったらダイビングキャッチで止めてるんで、もう何回も見てるから、レフトもライト。いやね、まあ、盗塁ちゃんと30以上して、まあ、打率が3割近くで、で、フォアボールをしっかり、それなりの数選んでって考えて、外野守備まで考えたら、近本みたいなタイプの人をライトもレフトに入れた本当は打線もつながって得点取れて守備きっちりいけるんちゃうかってこうねもっと最小失点に抑えれてまあ今年ノイジー選手今のところ打率そこそこまあ3割近く打ってると思いますけどもやっぱりお腹がへっこんできたその余計な脂肪だった打てるようになってきたんじゃないですか体軽くなって正直本当にそれあると思いますよ以上です今日の報道ステーション あとニュースウォッチ9のことも一応言っときますねトランプ大統領 のニュース1回目の大統領に就任した時のその時の選挙の時まあ、あの VTR 何年前よあのニュース落ちないんで何年前の映像をそして僕も見ていてよく分かんなくなります以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定とあと淡井さんの動画一応見といた方がいいよとテレビのフェイクニュースに騙されないのと、まあ、気づいた時は教えてくれるのと、あと、面白い話ワンセットについてきてそのし、メッツと、対戦チームはね、カブスだったかな、どこかちょっと忘れましたけども、最後の9回ぐらいの、今永投手が投げてる時、日付は5月の2日、ホームで。最終回外野フライになった時点で多分2アウトだと思うんですけども1アウトから外野フライを打ち上げてで最後こういうシーンアウトどう見てもせえあ
と乱闘事件もう、まあ、みんな、まあ、いろんな、まあ、人によって考えてることいろいろ違いますからね。そのエネルギーの残存量問題とかいろいろ知っていて、例えば対戦チームのあのピッチャーの親父は建築屋だったこんだけ買う人間なんかどこにもいないのに、生まれてきてる人の数がこんなに少なくなってるのに、まだ人口が行政嘘ついてそうもいるかのよ1億2000万全然違う。それ朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国と台湾と満州国併合してた時の人口、もともとこの国今の国境内で4000万人いるかどうかも怪しいですから。甲子園に出場しているそのエントリーしてくるね、その予選の高校の数、今年の春の選抜、まあ要するに去年の秋から、まあ、予選は始まってるんですけども、で明治神宮大会が終わってるんですけども、約3800校なんですよ。その時点でもわかるでしょ、大体。どこの国も人口を表記している人口の3分の1か4分の1。3分の1の順調な感情っていう、シャムシェードさんの曲。いろんなことに当てはまります。以上です。チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、僕の動画当たりがあるよということで進めていただけるとよろしくお願いいたします。